皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、まなみちゃんの400じゃなくて690ステージ攻略いってみましょう。さあ、ダイヤモンド楽しい。これは上から、あ、下から上ですか。そのパターンですね。で、ここ壊しておいて、最初の初期配置が良かったですね、多分。さあ、オレンジ出て、オレンジ出ない。これで壊せるのが厳しい。少ないですね。さあ、爆弾出た。ちょっとずらしますか、こっちに。ずらして壊したい。壊せるのが少ない。はい。よし、これで赤も壊してる。赤じゃない、オレンジだった。色違い。で、落とすでしょ。よーし。さあ、爆弾。おお、もう一個爆弾できた。あ、これで終わりじゃないですか。ということで、今回の動画ですね、ってなるんですよ。ほら、なりました。あと一個ある。この位置、右上ですか。わー、どうしましょう。緑。こっちに寄せて、これで黄色をずらして、はい。でもこれで一個見えるぐらいでしょ、多分。ああ、いけましたね。さあ、ということで今回の動画以上とさせていただきます。他でもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではまた次の動画でお会いしましょう。